まさ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 ま。十コンボナイス。ありがとう。カメ舐めてる。あ、そう、成人式で実家帰ってきたの。クニオファンお帰り。エールシーありがとう。ふみふみナイスムリアゲット。カズ寿司ハンバーガーハンバーガーナイス。みんな無料ギフトありがとう。そんなに連投してくれて。光の問題やなこれは。あれ光があんまうまくいってない。うん、キツネ雑誌ベイビーポンポン肉ありがとう。おじくんも雑誌ベイビーありがとう。ナナエルありがとう。おかえりナナ。カズナイスバチバチ。うん、ヒーナおめでとう。スーパーヒーローおかえり。ドラちゃんもエルありがとう。リアル双子で、でも今何もしあれすっぴんだった気がする。さあやっと成人式。何これに参加するの。いや、なんか参加するイベントなくて、とりあえずなんか出てみたいイベントをしてみた。のりちゃん、加藤さんおかえり。エルありがとう。のりちゃん天下無双にこんばんは。これ確か10位以内でプライズもらえたんだよ確か。なんなんナイスムリゲット。今実家です。なんなんありがとう無料ゲット。ちょっと音楽流すね。のりちゃんお久しぶりな感じですね。みんなお久しぶり。そっか、はい、さっきお話し会したけあんま久しぶり感ないけど、そうだね。てつーやっほー。ハモのナイスの料理と、なんだもん。私は出身は島根県です。今日も可愛くて。のりちゃん、無料ギフト。トミエールありがとう。ソルもいいね、ありがとう。なんか久しぶりに実家帰ったらさ、めっちゃ痩せたって言われた。顔こんなんじゃんって、ママメイに言われました。あんた顔こんなんだって。カズマエールありがとう。カズマおかえり。ポーグ。飴食べてる今。あれ？病み上がりだからね。ブリキン年始ワンタイムエールありがとう。けど自分で気づかんかった。そんな痩せてるなんて。噛み砕かんけん。めっちゃ舐めてるよ普通に。もう体調不良じゃないよ。てつぽかげし、フレンドリーにぽかありがとう。実家です。あ、松茸のお礼言われたよ。言われました。音楽かけたい。アリアナでもかけた。ジグゾーパズルの話、え、覚えてる覚えてる。めっちゃそれ影響を受けてめっちゃジグソーパズル買いたくなったもん。キツネテツエルありがとう。テツシありがとう。ドラジェゾンネエルありがとう。ちょっとピザ買ってきます。またピザ食べたら、あのアップルの形のピース言わないよから焼酎ロックの氷違うわ。カズエルありがとう。マジで紅白さめっちゃ意外だった。ナチュラルメイク、え、今日めっちゃナチュラルメイク見える。確かに。ふみふみひさお着ぐるみ、けんさん最強生ツエールありがとう。着ぐるみそうだよ、最後に埋めんと分からんよ。かさいるありがとう。実家やべ近くじゃん、知らんけど確か近くじゃなかった気がする。西でしょ、割とまずいじゃなかった。紅白ほんとないな、ないわ。不払い運動、え、マジでさ超意外だった。ソロエールありがとう。カトゥーン出るんだ。カトゥーン3だね。友達はエールありがとう。仕事中に紅白知ってやる気だけんさ、鉄の一言見たんだけど、一言っていうか悪魔おかえり。おちくんエールありがとう。カツンマサエールありがとう。クマコミは僕がしフレンドリー僕ありがとう。 SJ クマエールありがとう。今年出れなければもうやばいよね。まあでもちょっと変わったよね。悔しいって言ってくれる人が多くなったんじゃないかな。怖くなってもう何年も言っちゃうんですけどね。笑ってはいけないミュージシャン。
あれもいやないんでしょ。あれバグ、あ、発表されてた紅白。ごっちゃんありがとう。関係ないわ。ハッピネスカイラさん、カイラさん、はい、カイラー、シェアありがとうございます。うん、今日は少し引き気味な場合これ限界なんだけど、 TikTok 勢出るの、え、そうなの。高いリールありがとう。確かに嵐もいない。ハモンのナンナエラリブ、あ、これ10時半までにしよう。10時半までって書いてた。ヘリコプターもらったやつがね、実家じゃないわ。危ない、自分の家にあるもらったやつか。店員がイケメンだった。どこのピザなの。ハモンド雑誌ベイビー1、2、3、1、2、3、4、ありがとう。4個もないし、問題ありがとう。マリちゃんありがとう。紅白出ないならカウントダウンライブしてほしいけどな。あ、 AKB のでもん、カウントダウン TV 出るんじゃない。絶対に笑ってはいけない。24時笑った。着ぐるみないですよ。でも紅白に出る出ないの批判は、すいません。そうだね、ヒサオー斬新ベイビー4コンボ5コンボ5コンボ5コンボありがとう。りょくんを書いているんだけど、雑誌ベイビー、りょくんピザナイス。そうだね、カウントダウン配信リビングでやるかもしれない。めいちゃんこんばんは、りょくんこんばんは、アリンコもいる、ありがとう。りょくんせん、ありがとう。夜遊び好きだよ、危ない。演歌が多くて年越す前、え、私そうだよね、本当に。まあでも紅白ってそういう番組なのか。まあでも無理はしないでいいよ。でも多分できる気がするんだよ。はっ、高柳チュー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 4個もやばすぎる。高柳一気に22、ありがとう。事務所イベント31日までじゃないって、この前も配信してない人多かっただからね。え、そうだよね。年収エールありがとう。え、ちょっと待って、あのアーミー後でギャングに書くわ。そのあの12月のプライズについて、12月の事務所イベントについてこれにしようかなって思ってる。まだわかんないけど、チュー好きなので。そういえば高より明日だね、就活用ヘア。え、全然全然、めっちゃ茶色になってきたよ。黒髪っぽくないし、あんまり。でもクマはさ、紅白じゃなくてさ、格闘技の方見てそう。鉄ドラジオゾンネありがとう。え、カツン初なんだ。キンチェイルありがとう。高いでヨロピク、アレキさんキツネイラリ。あ、2台目の携帯持って帰ればよかった。ケンさん傘エラリ。ヨアネハケも出る。え、意外、演歌が多すぎてじゃない。ピンプさんエラリ。長いよね。え、そう思った、5分では短いと思ったんだけど、思ってしまったね。さっき説明ありがとう。格闘技の拳見る方が、あれ拳って名前の番組なんだ。それエレありがとう。三原色ってどんな歌だっけ。夜遊び流す。ま、いっか。え、何が何が。会話だと人見知り発動しそう。いや絶対そんなことないし。春もいるありがとう。あ、飲み会いいの。クマいるありがとう。最近めっちゃ
気に17位ごちゃアイドルくわまずアイドル釣ってるやん、クマが暴れとるわ。ネイビーさんこんにちは、いいね、ありがとうございます。友達さんもいる、ありがとう。カズマいる、ありがとう。いじってきたって何え、もうこれプライスもらえるんちゃう。あ、びっくりした。どうしたどうしたどうしたの。え、ロヒーさんいる、ありがとう。どうしたの。オチくんいる、ありがとう。ちょっと待って待って、本当に言ってる。いや、やめな、マジで。え、はガチで言ってんの。やめ、やめなよ。え、みんな弟って言ってんだけど。のりちゃんいる、ありがとう。こういうのはでも、あ、先に告知しとかんといけんやつじゃん。カズナイスまで言った、ありがとう。いやだってみんなだって多分見たいし、見たいって言うよね。アニメコンビニはって言ってんだけど。え、こういうのって前にさ、前に告知せんといけんやつって。やば、喋ってみればいいんじゃん。じゃあノリが焼き。え、そんなことないっすよ。じゃあ可愛いわ、嘘、何も見えてないよ。ありがとうございます。え、やばくない。お母さんって言ってる。ハートカーテン流れ星、アイドルプレゼントからの投げ金数すごすぎる。あ、リンクもお帰り、すごすぎる。かわ、いやすごいよこれは、この数字見たらわかる。パーマかけ、あ、そうそうそう、ハモンドいる、ありがとう。リン君僕返し、優しく僕ありがとう。え、これめっちゃやばいよ。キツネラブミーフォーエバー、かわいい。これやばいっしょ、これやばいっしょ。ああ、え、特大、え、ちょっと待って、普通に特大って言ったけど、え、すごすぎる、キツネバイオリン雑誌ベイビー、ありがとう。レイレイさんこんばんは、リンクメシありがとう。高いでリンクメールありがとう。てつー、ほらありがとうって言わんと。ありがとう。大ファン、ゆうちゃん大ファン、ゆうちゃん大ファン、ありがとうございます。髪だけ見たらいや全然違うっしょ。てつーありがとう、ありがとう、ありがとう。これやばいやばいやばい、最終日ぐらいになった、最終。ねえ、クマ、あ、最終日の中、最終日、イベントの最終日がめっちゃギフトがこういう感じで100コンボとかになる。ギフトって何、こんなスタンプの数ってこと。違う違う違う、それはそれは数がただパチパチしてくれたら自分で絵文字打って。山優くん、ありがとうございます。山優くん10コンボありがとう、ありがとう。久しぶり山優くん、キツネでありがとう。魂爆発、頭爆発、頭爆発してないです。あ、陽平めっちゃ久しぶり。山優くん僕です、4曲ありがとう。クマ、鉄クマ、ちょっと声違うって。え、そうかな。ロヒーエキストラベイビーありがとう。エキストラベイビー。いや、これ声変えとるもん、絶対。声変えとるもん。どっか行ったわ。ゾンネハンバーグ、ピザハンバーグ。ピザありがとう。え、ガチよ。クマエルありがとう。なんか急に来た。ヨヘイルありがとう。ディンプ SJ でありがとう。ビール飲んでま、え、飲めんに最近、山優くん、あのね、あの胃が荒れちゃって、てか山優くんのレベルの上がりを半端ないんだけど。山優くんちょっと
20ぐらいレベル上がってない？ちょっとすごすぎる。リアル双子で17ライブだーって。顔映ってなかったけど、え、顔見えた？ふみふみ見える、ありがとう。山ゆくん、山ゆくん10個もぐらい大きい、まさゆる、ありがとう山ゆくん。どんなプレミア、びっくりした、こっちもびっくりした。自分の家におる感覚でさ、不審者入ってきたかと思ってびっくりした。うちの弟、弟かと思った。でもうちの弟は多分出ません。20レベルアップ。ちょ、お茶が超喉乾いた。雨の雨とったら一つ屋根の下に住んでおるんや、アニメーター。いや、この期間だけどね。カズマオチくんの日入れる。でも髪型が全然違うね。そういえばあっちショートカットでパーマで、あぶね、今こんな感じだっけ。顔ではなくヘアのサイド部分なら、そう、なんかここだけね、ひゅって言ってた。お姉さんにお茶持ってきてもらう。さっきなんか水飲んどったわ。水持ってきとった。僕一人っ子寂しい。まあ一人っ子も一人っ子でいいとこあるよね。シロさんへ、ありがとうございます。出た、クマが好きな黒髪清楚系。めっちゃ黒髪にしてから褒めてくれるけん、クマが。のりちゃんし、ありがとう。お父さん、鉛筆削りに来ないかな。もう弟はね、中学生になったのでシャーペンを使っております。ドラちゃん、ありがとう。え、あつ森懐かしい、やりたい。何気にめいちゃんファンが望ん待ち望んでた双子配信があっさり実現。でも顔見えてなかったでしょ。顔は出させんよ、ちょっと告知とかせんと。それはさすがに。マスロマンス、ありがとう。黒髪女子にしか目がいかん、おら最近。アウェイだけにして、じゃあアウェイだけしてね。そうだよ、お母ちゃんお父ちゃんいっぱい甘えれるじゃん。見つけて、え、顔一瞬見えてた、半分ぐらいじゃん。え、見えてた、分からん、見てなかった画面。ローヒー無料ギフト、ありがとう。ちょっと化粧かかった。確かにアブメインより濃いかも。アリの取り合いで、ありがとう。帰る、人目にさらされたらもっと薄くなっていくんじゃないじゃん、知らんけど。ちゃんと見えた、分からん。え、じゃあちゃんと出たんかな、後で聞いてみよう。高いでいいね、ありがとう。あれだね、もうちょっと告知戦とね。アリンカイル、ありがとう。スマブラも人気よな、そうよね、高い。あ、じゃあ高いで、ハルミウエール、ありがとう。姉妹配信のフラグ、じゃあ出たいって言うんだったらマイメイクバチだった。え、確かにそうかも。モノマネするわ、じゃあ。リンクメナイスのゲスト。リンクメール、ありがとう。こんな感じちゃう？今の髪型。こんな感じじゃん、髪型。こんな感じ。絶対さ、ちょっと書いたし気まぐれやね。だけアベメイと同じよ、それは。てつえる、ありがとう。明日配信するよ、8時から。間違って9時からにしてた気がする。ハムのドラジ、ザネイル、ありがとう。声違うね、絶対作っとったけん、あの声。なんかありがとう。もし出たいって言うんだったらね、明日の夜とか、明日の夜アベメイがね作るのご飯。料理人アベメイがご飯作ります。そんな夜、ありがとう。双子なら顔はバレてるやん。そんなさ、まんまとかではないけど。成人式は双子配信かな。成人式では配信せんけどね。今津さん、おかえり、いいです、ありがとう。姉妹もお料理得意なんて、え、知らん、その話したことないけど、アフメイの方が絶対料理好きではあると思う、自負してる。ブルーエクセール、ありがとう。キツネも先月ソル、エール、ありがとう。あ、ツッチー久しぶり、元気だった、ツッチー、エール、ありがとう。ヤホヤホ、出たら姉妹が働いてるアプリ。あ、それ行ってみようよ、行ってみよう、行ってみよう、いようよ。着ぐるみ、エール、ありがとう。カチューさん、ありがとうございます。姉めんも激辛麻婆豆腐食べ過ぎてお腹痛くなったりしたのかしら。あの人いい、大丈夫、あぶめだけだと思う、胃が悪いの。エビアラさん、ケンさん、飲むないで、ありがとう。まだ二十歳でございます。言うてもうすぐ21だけどね。2月で21です。30人くらい。でもね、え、そのサイト、そのアプリってさ、なんというかあれなの、化粧品なんだよね、売られてるのが。こちらも元気でございます。トミエル、ありがとう。傭兵キスアベミです。クマ、キヨ、SJ、ラディ。
マジで胃が弱すぎる本当に。姉めいが働いてる、働いてるっていうかインターンかなと。エイターごっそり引っ張れそう。そうかそうか、みんなメイクアップするよ姉めいは。みんなの認識が一気に高まっていく。ティンプさんやるありがとう。いいんじゃない、マサやるありがとう。キヨナイスもやる人。うちらが化粧品、え違う、だってあれよ。コスメだよ、あの基礎化粧品とかじゃなくて。ふみふみやるありがとう。しかも割と高めなデパコスデパコスって言ってわかるかな、あのディオールとかそこら辺を安く売ってるみたいな。誰かに送る、マスラマスナイスもやる人。月額払えば安く買えるみたいなサイズなの、簡単に言えば。多分落ちくんいいんだけど、カズミシャスターベビーです。そういうあれなんで。ヒサもいいんだけど、まあ詳しくは本人から説明してもらった方がいい気がする。アブメンはよくわかりません。アブメンの福袋もそこで売ってほしいよね。福袋売ってほしいわ。 INI とか BE:FIRST を目指してるし。いや途中加入一番難易度高いって、あれ、ああいうオーディションで選ばれたチームに途中加入が一番むずいやつ。絶対入れさせてくれんしな。しかもあるグループにさ途中入荷するってちょっと怖いことだね。あのね、そんな勇気ないけん復帰とかもできません。ドラちゃん会えるありがとう。今さだから INI のオーディション見てて、え面白いよマジで。やっぱオーディション番組好きだわ。危ない、入荷した、めっちゃ入荷した。姉めいに可愛いって言っといて、多分俺の子の色か。ねえやめてよ、ダメだよそれ、浮気って言うんだよ。目指すのは自由。あ確かに。どうぞ目指していただいて、あのコスメいっぱい買って目指していただいて。幻の選挙公約や地名、あの時許可得てたの。うん、得とった得とった。まあ別にいいよって、どうせお前入らんだろみたいな感じだったけど。どうせお前入らんだろみたいな感じで、オッケーオッケーって感じだった。今ね40人になって、次の評価するとこ40人、最初に絞られる、2回目絞られるとかってこと。久押しありがとう。2番目に絞られる段階。いや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 、ノリが目を彷彿させる子やったね。まあ同じタイミングで出てきたんで。アリンコイルありがとう。お腹から、姉めかわいしめつけど、姉の方が美人でかわいい。それは言えんと思うわ。それはね分からんよ、そればっかりは。実際にやってみた。竹田玲がありがとう。まあ好みの問題は決まったメンバー知らないから新鮮に見れてる。もうその見方が一番いいと思う。リンクムカズエラで言うと、メンバー知らずにずっと見た方がいいよマジで。あのハリーポッタースネイプ先生のキャラ知りながら見るのと同じ。つまらなさがそれと同じ。ドラジエラで言うと、俺は顔が見えなかったから姉めに出演交渉してくんよ。了解したわ。ボンバーだって笑った。ウルフカットっていうのよ多分。テツエラで言うと、今流行ってるんだよ多分ウルフカットって。調べてみ、めっちゃ流行ってんの。ハモンでいるありがとう。あ、都会の女がやってるわ。それしちゃっちゃありがとう。楽しみ。え、かわいいそのスタンプ。初めて見た。かわいい。この前タワレコ行った時に西くんだけいるでした。え、タワレコ行った時に広告見ちゃったってこと。友田さんありがとうございます。メンバー見た時に、あれこの子見たことあるなってなったのか。横湯ウルフじゃないの。あ、あれもウルフだけど、ウルフパーマ、ショートのパーマかけてウルフカット流行ってる。それいるありがとう。ゴーちゃんいるありがとう。スクショ撮ればよかった。え、なんか誰か撮ってるんじゃね、もうワンちゃんツイッター載ってそう。ウルフカットほら小学生の時え、かわいい。かわいいじゃんそれ絶対。ツッチ着ぐるみいるありがとう。うちの弟さマッシュに仕上がってさ、本当に。え、別にマッシュアンチとかじゃないけど、いやちょっとマッシュかと思う。ポスターが一瞬で絵に入った。西くん知っちゃったか、それはちょっと残念な。最強説健さんいられる。下根捨てて、いや捨ててはないと思うけど、まとめサイト乗るかも。こわー。着ぐるみエキサベビー、ヒサワイルありがとう。エビアさんいられる。えさ K-POP 風味でこうやってなんか
マッシュ髪型こうやって気にしながら、キモいキモいやめてくれ、シャンシャンしろ。クマ SJ でありがとう。あ、キノコの形が嫌いなんか髪型もマッシュが嫌いっていう、嫌いなんじゃない、嫌いなんじゃない、全然。イチローさんエールありがとうございます。おかえり。キツネマーさんエールありがとう。うちの弟はマッシュがね本当に似合わん。ボスマスエールありがとう。メイちゃんがいるうちに角刈りにしてえ、弟の髪角刈りにしてみたっていうドッキリ。ライムさんエールありがとう。おかえり。カサエールありがとう。ヒーさんおークリームソーダ、ヒーローごっこ、コア勝負、ヒーローごっこ、商店街、ナイスヒーさんありがとう。ゾンネフミフミ、オチくんやられたと、ありがとう。カサナイスミラリスト、ありがとう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 。ちょっとお茶取ってきていいかな、超喉乾いた。目覚まし時計で顔隠してこない、てか多分背高すぎてここぐらいな気がするわ顔面ここ。マッシュはどんな人が似合う髪型なんけん。うちの弟は顔が濃いから似合わない、薄い人とか似合うんじゃない。高典さん入れてく、中目がさん入れてく、あ、まあ言うて172ぐらいなんじゃない。いや入れ替わったらすぐ分かるこれ入れ替わったらガチすぐ分かるよ。みたいはない。アネメイです。いやさ、タイミングが謎なんやって。どういうこと、てつ、このタイミングは。おかえりかな、おかえり、おかえりとかな、ね、もうプライズもらっちゃうんだけどエイトありがとう。てつ、てつ、てつ、風入れてくと、やめなさい、猫の病ないさ、先ほどナイスありがとう。てつー、ビッグメールありがとう。ドラジフレイルありがとう、いつもありがとう。てつエールありがとう。あずきさんエールありがとう。チョッパーもおかえりエールありがとう。28日まで、お、意外と長い。高いエールありがとう。最強説ナイスメールありがとう。ハモダエールありがとう。これ10位から確かもらえるでしょ、確か10位からプライズがゲットできた気がする。ビビったね、さっきの出来事は。あやめも予想してなかった。ハモンのジャーニーを書いている、ね、予想だにしてないことが起こりまして、いつもお給料日前なのイベント笑い確かにそうだね、もうあぶめ、クマのお給料日覚えちゃった。友達さんやるでか、ピエンやジャーニー無理人でか、酔っ払ってたのかな。え、酔っ払ってないと思う、だってさっき帰ってきたよ家に。ごちゃんエールありがとう。その帰省してきたさっき。S じゃないっすね、ありがとう。気軽にフレイルありがとう、いつもありがとう。クマのお財布事情もう把握済みだけ。気軽にナイスミリオゲット、ツッチー斬新ベイビーありがとう。ケンさんフレイルありがとう、いつもありがとう。ニコンボナイスツッチー、ヒサオエールありがとう。ヤクモルビールって命さえるありがとう。免許持ってる、持ってる、あの面を持ってます。酒札フレイルありがとう、いつもありがとう。
こっちはナイス。ソルフレイルありがとう。いつもありがとう。SJ のフレイル、いつもありがとう。なんだかんださ、その身分証明のために、取るくない？のんのよく読む人なんで。ジャニーズのためでしょ、多分。そうだよね。メンズのんのんじゃなくて。ともえのありがとう。キツネ、フル、いつもありがとう。エチェモンからありがとう。マーさん、フル、いつもありがとう。はじまさん、こんにちは。こんにちは。ティオくんさん、こんにちは。得意分野でも同じだと思う、姉妹で。クマエルありがとう。トミー、エビアさんエルありがとう。はじまさん、フォローありがとうございます。ゾネフルエルありがとう。いつもありがとう。そう、車ね、マジだった方がいい。ノンタン、エルありがとう。おちくんフルエルありがとう。いつもありがとう。あー、西野七瀬さんか。え、卒業しても好きなんだね。この言い方おかしいね。カサエルありがとう。ふみふみフレール、いつもありがとう。ゾーネ高槍ナイスもありがとう。実際のところどういうオタクさんが多いんだろう。推しが卒業しても推し続けるのか。そりゃあね。いや鏡や。カズナイスもありがとう。芸能活動してる場合、中見川さんエルありがとう。めいちゃん好きなのと一緒でしょ。同じなのか。でも減りそうっちゃ減りそう。アイドルやめてファンが。卒業生好きで俺たちアムウェイが持ってる、アムウェイに持ってる気持ち。え、めっちゃレアだよ。本当にすごいと思う。みんながまあ多分引退しない限り、もう本当にそれはあれだね、オタクの鏡だ。今さんアイドルだとおかえり。超絶優しい人たちに卒業しても押し続けてます。ありがとう。名前からしてね、もう卒業してお会いできる関係も、そのまま応援はしたいよね。もうか鏡だわ。ケイさんお帰りありがとう。キツネナイス無料ギフト、相変わらず応援してるよ。ありがとう。マスロマンセールありがとう。カズーハートカーテン、トシア一緒に遊ぼう。ありがとう。画面噛みすぎて一緒見たら忘れない衝撃。そう、トシア全然初見じゃないじゃん。何回も会っとるわ。ライバーと女優、あ、高より裏押してます。現役もいるけど女優も押してるのか。ん、元アイドルも押せることはないと思って押せて嬉しい。やべえ、もうこんなまた押してもらえる機会があるとは。かわいいお姉さん見てー。アリンコ高いでありがとう。あ、シェア終わらせたい。ありがとう。やばすぎる。ありがとう。鉄。高い裏ポップフェイス、優しくポップありがとう。最強説無料ゲットありがとう。ドラちゃん、鉄、フレイルありがとう。いつもありがとう。遠くないリンクもいるありがとう。高い入もいるありがとう。ケイさんすぐ行っちゃった。テンション7生きた。ハモンのフレイルありがとう。いつもありがとう。マサヤイルありがとう。高い入いつもありがとうって言ったよね。てつ現役の時で可愛かったら、いやじゃないと困るね。しかも特大ギフトを高取りで衝撃。うわー、高取りエレベーター。早いね。早すぎる。早すぎる。嬉しすぎる。嬉しすぎるんだけど、圧倒的な頭の悪さってなんだ。自己紹介かな。ひさお視聴中ありがとう。ミンシャスタルミネコぴょんぴょんありがとう。サンリオもナイス。ハンバーガーピザ、ハンバーガーナイス。エキストラベビーもありがとう。からのフル一緒に遊ぼうありがとう。7位うれしすぎる。お強いわ。今地さんエンデありがとう。アニメ行こうかな。確かにお礼言わんといけんね。
あれか、ヒサフレイレリクト、いつもありがとう。こんなん予想してなかった、来るなんて思ってなかった、来るなんて思ってなかった。意外と俺言うの嫌そう。だって自分から勝手に来といて、これアベメが頼んどったらあれだけど、ヤマユくん10コンボありがとう。ヤマユくん、ちょっとね、スクショ取れんくて、ともえるありがとう。わー、ヤマユくんありがとう。初めてアネメイさん見えた、イエイイエイ、土エルありがとう。アネメイすごい、え、でも出てないよ、多分イブラさんエルありがとう。アネメイの記憶では顔出てない、エイさんエルありがとう。みんな見れたって言うんだけど、あの、あ、アミゲンしたいんだ、そう、アミゲンしたい、アミゲンしたい、10時からいいかな。土ピザありがとう。緊急アミゲン、ピザピザナイス、ピザピザピザナイス、市場じゃないっす。コンサートで見たことある、あ、なんか SSA カサフレイラリカ、いつもありがとう。あれ、目に10個もあげよう、じゃあ17やらせるかも。キズネー、あ、そういうこと、10個も10個ももらったよ、キツネから、キツネから10個ももらったよ。ナイスー、ありがとう、キツネ。おっちくー、小中大行きましたー。おっちくん、さすがっすね、小中大コンボ、小中大コンボ、すごい。スクショが撮りたいけど、こんな感じ。アネメイニがすごすぎる、アネメイニが、アネメイニがでかすぎる、やばい、そんな、もう、そ、あ、テツから102コンボもらいました、テツから102コンボもらいました。もう全部スクショしたかったのにできてないんだけど、テツから100コンボもらいました、ありがとうございます。はい、お礼お礼、後でお礼言わせるわ。すごい。オーダー入りました。すごい。ふわ。あずきの首がある。優しい、みんな。後でお礼言わせます。アニメ効果すごいな。あ、タイラッチお帰り。タイラッチお疲れ。エールありがとう。いや、他のライバーさんびっくりじゃん、こいつって思われ。あずきしちゅうちキスサビル、おやありがとう、おかえり、お疲れ。今日はこの辺で、ねえ、大きすぎる鉄、アリンゴフレールリク、いつもありがとう。ヤマユくん、ヤマユくん、ジュンコーボナイス、ありがとう。最強説を書いて、ヤマユくん、ヤマユくんから10個もいただきました、タイランチ、タイランチから12個もいただきました。あとでお礼出すとか、リンクメイドありがとう、ありがとう、タイランチ、タイランチ、カズー、カズー、カズから10個もいただきました、ありがとう、カズも。いや、とことん優しいわ、この枠の優しさをマジで見せてあげたいね、本当に見させたいわ。山ゆくんありがとう。明日何時からって、配信20時。山ゆくんいいね、ありがとう。じゃあ今度はめいちゃんにあげる。優しい、まさやごちゃん入れる、優しい。ひいさんおも、ひいさんおも、7コンボありがとう、8コンボ、9コンボ、ヒーさんもありがとう。キツネ20個倍来た、倍来て嬉しいわ、めっちゃありがとう、キツネ。優しい、優しいじゃん、めっちゃありがとう、ありがとう。ありがとう、今伝えるありがとう。後で教えとこう、タケノコエルありがとう。あ、そっか、居酒屋に行くんだった。
20時から居酒屋から参加してください。居酒屋から参加しちゃってください。おや猫ペンペンありがとう。バイオしてるでイエーイ。さっきでも俺の好きそうな顔やみたいになってたけど、元気そうでよかったです。えありがとう、心配してくれてよ、まよく優しいね。80、いつの間にか82レベルに上がってるけど、山優くん急成長がすごいけど、例の物持っていきますね。気になるな。山優くん、山優くん、山優くん、11コブかな。ありがとう、元気だよ山優くん。も元気かい。ありがとう山優くん、優しいね。まーさん最終日かこれ。10コンボマンさんもやったし、マーさんから10コンボいただきました。ありがとうマーさん、ありがとう。岡田さん、はじめまして、阿部メイと言います。よろしく。おやはらありがとう。メイです、メイです、メイです。明日のじゃあ配信、お前配信出たいかって聞いてみよう。トミフレイでありがとう、いつもありがとう。岡田さんへでありがとうございます。キヨもいいね、ありがとう。あ、ちょっとデコステッカー変えとくわ。あ、ゆいゆいの色紙、例の物とは。あ、やばい、ちょっと待って、コメント逃しちゃったかも。22時からアーミーゲン、お前出たいかって聞いてみよう。メイメイさんこんにちは。メイメイニーハオ、我是メイ。出演意思を聞いてみるわ。クマさんが北海道の川でサケを取るかのようにオタを消します。怖い。周りの人怪我してなかったかな。おでこびー。中井がさゆりで。おでこびー。おやナイスエキストラベイビー。みんなデコステッカー見えてるかな。ヒュー。見えますか？歩合でバイト代払えば出るぞ。じゃあ時給800円やな。おやんやりがとう。あ、それみんなによるか。マックスエールありがとう。てつさんは周りの歌がオロの企画に押されて近寄ってきて燃えとったかもしれん。見える？よかった、落ちく。ありがとう。キヨエールありがとう。おやはらナイス。これは時給はあれですね、みんなのギフトの数によって決まるんだ。多分もう向こうも分かってるよ絶対。高いレイラーありがとう。いやもっともらえるだろうとか言われるかもしれない。めいちゃんパーセンテージ気になってアニメ用のギフトはちゃんとしちゃう。じゃあみんなもあれ投げるときはこれはアニメ用にってやらんといけない。これはアニメ用、東北のバイト並みやんか。島でもそんぐらいや。どうしよう。マックスナイスもやめた。ニートお帰り。オサムもお帰りいただいた。エビアナさんいただいた。島で800円よね、確か。マックスネコピューポナス。マサヤいただいた。結構アミゲンで言いたいことがいっぱいあるけん。8割。アニメに行きそう。いやだーやだー、それナイス無理やった。島根県だけ人口の増減率が減ってたっぽい。なんでや、島根県いいとこ。え、そうなの、減ってたの。リンクもフレールありがとう、いつもありがとう。そうやってでもさ、ご高齢の方が多いからじゃない、関係ないかも。それ入ってくる数は少ないもん、減る一方じゃん絶対。そうなー、今地さんエールありがとう。地域活性化頑張るか。
あ、耳が。今日のメイクいいわ。よかった。多分今日ね、朝からメイクしてるけど落ちとると思う、普通に。めいちゃんみたいに島根を出るけど。私、ブーメランよね。オンエアしてるちゃうけど。ダメだわ。自分には何も語る権利がないわ。人口が減ってるのは自分のせいです。島大が魅力的になればな。島大ね。鳥取県なんか、岡山より人口少ない。え、でも、そうじゃない普通に考えて。人口増減率は島根県47位で46位。全部人口、え、やっぱ出生率も低いから。死亡率が高い。出生率低くて死亡率高くて。おや、三流ありがとう。竹猫以外ありがとう。移住してくる人もあんまいなさそうだし、滅びゆく島根県、そうはさせない。いよいよ危ないと思ったら、じゃあ安倍メイはシャキーン出てくる。死亡率高い、分からんけど、え、そういうことなんじゃないの。でも人口が減るってそういうことやん。かっこいいし、全部だけど弟も都会に出るかな。え、知らんけど、なんか中学2年生の段階でなんか理数系が得意って言ってる。なんなんいる、ありがとう。そんなんでも中学校の段階とかまだ分からんよね。あ、神々が多いじゃん。そういえば人の代わりに島根留学、竹猫ナイスもやる人、あ、出ていく人が多いの。確かにみんな島根も捨てるんじゃないよ。いや、アベメイまだマシな方だと思うんだけど。だって成人式のために帰ってきてるもん、ちゃんと。このドヤ顔で言うことじゃないけど。竹猫、エミヤさんないそうで。対して振袖もそんなめっちゃ好きってわけじゃないんだけど。マッシュにした時点で都会にはこれ、違う。なんでマッシュにしたって言ったら、え、なんかされた。みたいなやつ。竹猫ないそうで。若者のやる店が増えたけどな。え、そうなの？メイちゃん島で捨ててないよ。竹猫ナイス無料です。一生捨てんけん。玉造温泉ね、いいとこです。ヒーナもハーバードですもう日本にとどまらず、されたって言ってるし、そう、こうやってね、マッシュの髪こうやってされた、されたシャンシャンしろ。イケメンオーナー増えた。若い人がやってんだね、お店。なるほど。大学周りとか多そう。でもそういうとこ、あれでも卒業したら島根に戻るけん、え、分からん。大学卒業したらでしょ。でもね、東京行きたい。 みんなみたいになんかそんな東京に執着心はないか。なんか場所で決めることはないと思う。おや、会える、ありがとう。全然どこでもって感じぶっ飛んだ子が多い。ぶっ飛んだ子が多い。いや、だってまだ2人しか見てないでしょ。キア、エイル、ありがとう。また留学行くの？行きたい。行ける機会があったらめっちゃ行きたいんだよ。やり残してること第1位、島根いいとこだけどめいちゃんの活躍する場がなさそう。いや、それはものの考えようだよ。だって例えばめいがさ、地域活性の先駆者、若者の中の先駆者になったらそれはそれでいいんじゃん。東北出身やから幼稚園の時、ほら東京さ行くだって思ったから家かなって。ほら東京さ行くだ。きつね、知事になるか。知事か。画面から離れると休み。え、そう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 。全身見たらね、危ないんだマジで。そうなの。中身がさんやめてくと。じゃあ待って、具体的な案が何もない。でもエビアルさん高いレールです。今日でもパパメイと話したそれについて。C になったら SP でやったって。あなたたちいいね、確かに。あの知事いつもなんか SP つけとるけど、問い巻きアーミー20人ぐらい20人ぐらいこうつけて。 SP さすがに多すぎだろって。5000円高すぎ、高すぎなんだけど。あ、じゃあその代わりあれだね、毎日毎日銀河毎日一覧で銀河を投げるっていうのを約束して、知事になったら島根に移住するわ。え、行ったね、
じゃあ、ブエがもし将来、本当に父になったら、キツネは島根に移住することになる。今地さん選びだと。雨と雪多いのに、え、そんなに変わるかな、なんか雨マジで思うわ、それ。まさのまさ選びだと。銀河カツアゲカツアゲ知事。公約にあげとこ。もし、なれたら、カツアゲしまくりまーす。で、あの、写真もこうやってやっとく。これの写真にする。選挙ポスター銀河カツアゲ待って、カメラ爪見せられて銀河投げて、え、それの先駆者ゴッちゃんフレイラーでかいつもありがとう。ふるさと納税カツアゲふるさと納税カツアゲしていきます。おやんピザありがとう。でもいいことじゃない、ふるさと納税ってめちゃめちゃいい案だと思う。ピザ食べ終わった。何ピザ食べたんですか。ちなみにゴーちゃんピザありがとう。みんなピザ、みんなピザ、ピザ食べたくなってきた、食べたくなってきた。ゲートで増税するちょっと増税したいんで、まあとりあえず一人一つずつ、あの銀河投げてもらっていいですかってマックスエールでるとドミノデラックス、うん、コラボもおめめ、それドミノピザのドミノデラックスでしょ。いろんな具材が乗ってんのか。今の政治家からカツアゲされてるのにカツアゲを公約にかけて確かにだいたいバカだと思われそう。カツアゲ公約にあげて誰も入れんと思うのに悪態かないなって鳥間みんな一つずつ銀河個人口座教えてくれたら目が怖い逆に怖いよそれは。島根ピザあるわえ、明日中華日なの、え、このイベント早くな、ほんまや。で、ボーナスが入ってくるんか、これで。へぇー、なんないんだよ、ガチ。今夜ハンバーガーありがとう。じゃあ12時までやるか。山本さんみたいに金をすれ、配れみたいなこと言ったら増えるかもよ、推しが。金をすれ、食われ民に。相変わらずの立ち合い。じゃあこれにはね、訳があるので、その訳を今からアミネンで話そうと思います。まあ前から話したことなんだけど、どっちにするかな。嫌だな、振り袖着るの。おやんピザありがとう。今聞いたい。でもね、あみ、この話さ、なんか閉じられた状況で言いたいんだよね。なんていうか、他の人が見れない、誰でも聞かれたらちょっと困っちゃう。そのうちジンバブエアニメが毎日スレ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 って、中華名アニメ言えば結構ギフト止まるかな。じゃ聞いてみるわ。じゃあツッチオンやられるかと。俺が着ようかえ、どういうことどういうこと、俺が着ようかってどういうこと。あ、振り袖意味なさすぎでしょ。振り袖自撮りいっぱいする、わかりました。振り袖ってめっちゃ大変なんだよ。着物とかさ、浴衣もそうだけどさ、めっちゃきついわけ。せなってか YouTube アップすんだよって感じだよね。振り袖の写真 Twitter に上げてください。あ、了解しました。重要な、いや、じゃあ明日のオンライン話し会振り袖着てみてよ。土、一人暮らしありがとう。姉めいの自撮りもください。まあ、許可がいるな。ティンプさん可愛い、ありがとう。土、今後の方向性をじゃあ、そうそうそう、が消えてるけど。土、ナイスもやりそう。株主総会を今からやろうと思います。5分後。やっぱ、土、ナイスもやりそう。エビアさん、フレイルありがとう。いつまで。明日忘れそう。じゃあ11時にツイッターあげるけ、通知で起こすわ。ソル斬新ベビーありがとう。エビアさんもリアギフトありがとう。え、そう、株主株主に近い。エビアさんありがとう。だから動向をね、一緒に決めてもらわないと、決めてもらわないと。ソルも魔法の練習。株式会社アブメイ、今地さんフレイラーでいつもありがとう。
めっちゃ気になる。いや、このイベントに出るか出らんかなんだけど、大まかに言えば。中身がさ、ハンバーガーありがとう。視聴中もありがとう。爽快屋としてアニメに登場。アニメにもさ、絶対分かってなかったよ。だって一度は知らん人がまずこの画面を見てなんだなんだって多分思うと思う。だから多分呪文にしか聞こえてなかったと思う。エールありがとうとか、ナイスパチパチとか。株は後株ですか？後株ってなんだ。お話し会でアニメと入れ替わってもそれはバレるよ、それはバレるよ、わかるもん、全然違うもん。中身がさ、ピザありがとう。アニメって間違えて声かけられたりするの？いや、ないと思うけど。アニメ株式会社、あー、そういうことか、後株ってそういうことか。まさにありがとう。いや、株式会社、あの前株です。領収書書くときみたいな。あ、前株です。キヨエールありがとう。ソルショリベリーありがとう。あ、前株式会社アルメイです。世界のアルメイ。それな実在せん会社について前株か後株かつって。てつインナーでいると、あ、社名アルメイで考えるのがめんどくさかったっけ。あ、そう、下がね、電車で見かけたって言ってたの。高いレーザーで出た。前の会社、メイズファームかな。リアルの会社について話してるみたい。ピンプいいね、あ、いいね、ありがとう。サウナ入りたいな。マッサージ行きたい、めっちゃ。本社名書くとき、いつも調べるけん。え、確かに。領収書書くときってそうだよね。バスラマーさんやられる。確かに。あ、前株ですか、後株ですか。あ、後株でって。あ、了解です。テープハンバーガーありがとう。じゃあそろそろギフトボードに出ていこうかな。しばらくアーカイブ残したら毎朝おはようって言ってた。毎朝おはようって言ってた。何のことだ。アイカブ、あ、アイカブか、アイカブか。ティームさんイケスラベリーあり。懐かしいアイカブ。まさやはなりがおはよう。メール送るときマイクが後ろから何回もかけ、これあるあるなんだね。ちなみに何々工業って社名はヤクザさんかも。そうなの。え、あるじゃん。え、 NMB とかもそうじゃない。浪費入れる方。え、ガチ怖すぎじゃない。竹猫入れる方。傘そうだよね。浪費一緒に遊ぼう。いっぱいありがとう。じゃあ、そうなんだ、知らんかった。工業でいいところ工業。あ、そうなんだね、初めて知った。ロヒムレフト、ツッチフレラリカ、いつもありがとう。ギフトボードに行くよ。10位まーさーん、オンラインお話し会からだ。ありがとう、今日もナイスツルッチ。チャイチじゃないの。ナイス雑誌ありがとう。そして9位がタイラッチ。タイラッチもありがとう、いっぱい優しい、ありがとう。タイラッチ。そして8位がカズ。カズもオンラインお話し会から、ありがとう。ロヒさん、スザクありがとう、ありがとうね。ナイス雑誌ありがとう。そして7位がヒーサオ。ヒーサオもありがとう、いつもいつもいつもありがとうね。そして6位がタカユリ。タカユリもいっぱいありがとう、優しい、ありがとう。そして5位がキツネ。これ探すとこ、やばいやばいやばい。キツネ、キツネもさっきぶりありがとう。今日もオンライン話し会から配信、いっぱいありがとう。そして4位がヤマユくん。ヤマユくんもめっちゃ投げてくれてありがとう。おかげで5位になりました、ありがとう、ヤマユくん。そして3位がおちくん。おちくんもいっぱいありがとう。おちくんもお話し会からね、楽しかった、ありがとう。
そして2位がくまーん。ありがとう、こんなにあげてくれてナイスすぎる。くまーん、びっくりした、ありがとう。そして1位がてつてつーてつー、ありがとう。こちら本当に感謝しております。ありがとう、てつ、いつもありがとうね。中身川さんへ、ありがとう。明日よろしくね。それではそれでは、あ、ミゲに移りたいと思います。また明日、クマフレイル、ありがとう、いつもありがとう。あ、ミゲに移ります。また明日8時からお会いしましょう。バイバイ。ハヤトさん、こんにちは。またね、ハモンド、またね。ナンナもおやすみ、ソロもおやすみ。この配信の議題はですね、あの12月に CM イベントガチイブ参戦する、ガチ参戦する CM イベントガチ参戦するって言っとったじゃん。で、で、鉄とかが、確か鉄がこの曲だったらあんまりかもって言っとったじゃん。これらの曲だったらあんまりかもみたいな、アルファベットのやつとかあったじゃん。ほんでそれだったの多分名前言ったらいけんけん言えんけど、その中の曲で、あ、クマおかえり、あ、まあ、揃ってなかったですよ。そうで、まあそう、あれまだったの。コンビはそう、12月のあの CM の事務所イベントが、曲があれまって感じで、曲がね、あのそう、アルファベットのやつ、あ、いただめだね、東京埼玉千葉神奈川か、なんかあのそうそうそう、いや、まあ別に、しかも15位以内まで入れるから、まあいいんじゃないかってだからそうだけ、こっちの方がいいんじゃないかなと思って、急遽さっきオンラインお話し会終わった後に、事務所の人の話とって、そんなに微妙やったん、だってなんか微妙なんじゃないの多分。まあしかも15位以内ってとこが結構見えば、しかもこれもだって5位とかでも十分いいでしょ。まあ5時に夢中以外誰も見て、5時に夢中、え、そう、カントローカル見れないよね。だったらまだこっちの方がみんなが見れるじゃん、のんのんに乗ってたらさ、と思ってこちらに、今日急にこちらに変えてしまいまして、というお話でございましたというお話でございました。こちらに変えました。で、大丈夫かなと思って、それでもいいかなと思って、メインもあんまりテレビ見ないです、大丈夫かなと思って。お話し会ミスし、でも今回めっちゃタイトだったよね。また近々というか再来週ぐらいに参加できなかった人用にまた開催しようかなと思って、タイトすぎたけ、ケーブルがあるから都内でしか、都内でも見れる人と見られない人がいるってこと、意見を尊重する、すまんな、再来週参加できなかった人用に、自分は関東ローから見れないよね。そうなんです、そうだよね、そうだよ、俺神奈川だから、あ、関東の人はみんな見れるってこと、なんか申し込んでなくても。ケンさん、小さな原石ありがとう、かわいい、もしかして、クマでも応募できるよ、再来週また、なんていうの、今回はタイトすぎたけんっていうあれで、再来週また今回参加できなかった人用にちょろっと開催しようかな。このイベント1位と2位の人がズバ抜けて、あ、そうなんだ。けど3位でも結構すごいよね。なんかちょっとオリジナルブランドを作りたいわけではないのよ、アメイは。でもただ2ページはでかいなと思う。
1位になりたいっていう気持ちはあるんだけど、まあそこはみんなと相談しながらって感じか。ただオリジナルブランドを作りたいと。10万以上、あ、そうなんだ。100万いってたよね、確か。140万ぐらいだったよね、1位の人。ボーナスが入るもんね、しかも明日で。資金さんと聖子、あ、聖子さんが出たんだ。うわー、マジか。ガチや。あ、でもちょうどいいかも。そしたら3位ぐらいかな、じゃあ。高いレイライで狙えて。さっき金太郎の話、えげつないな。でも多分うちらのことも言われてる気がする。うちらのことも言われてると思う、多分。うん、3位狙おう。3位狙おう。ちょうどいいな、3位は。3位がちょうどいいな。3位狙い、3位以内狙いで。この中間で、明日の中間で、あ、なんだ、ちょっと、あの、段ボールをこうやってやってました。すいません。めいちゃんが今39万で3位が105万。まあでも明日の中間で順位とかは気にせずに、できる限りボーナスを取りに行きたいね。1位の人とか、あやつさんとか、ターチューさん、ターチューは強い、ターチューは強いな。くー、そんなんね。てかあやつさん狙わないんだね、意外。1位は400万超えです。あ、400万だったん。140万じゃないわ、400万だったんだ。まあ、あんまこの配信でも言いたいことは言えんけど、 YouTube に上げられてしまうけん、本当に怒ってます。明日言うと投げないとな、酒飲みながら。でもこうやってめっちゃ急になってしまったけん、それは本当に相談で。ポイズン、もう上げてない、上げて、あ、上げてないの、うん、上げてないの。もう上げてないのか。12月なんかボーナスあるからみんなギフト投げる。え、そうだよね。どうすればいい？12月にここら辺、このイベントをめっちゃ、まあ、10位とか10位以内とか目標に抑えといて。だってさ、このイベント10位以内だったらさ、多分今のままでも入れる気がするんだよ。明日のボーナス頑張って、中間頑張って、明日からバイトセンターとかでバイトするのねえ。バイトしたら配信見れなくなるじゃん。12月のガチイベ出た方がいいのか。私はね、確か10位までだった気がする。これ見てみるね。確か、ん、10位までだ、うん、10位までだ、うん、うん、6位以下、あ、6位以下がオーディションになるんだね。1位から5位、6位以下がオーディションになるんだ。だけん確実なのが5位以内だ。確実なのが5位以内だったわ。で、あれだね、10位以内がボーナスがもらえるってことか。ボーナスチャンスがあるってことか。1、2、3、4、5、21日か22日、何の撮影、オーディション、オーディションならなんか、うん、いけそう。え、6位以内でもチャンスがあるってことか。まあでも5位が確実だね。だから今めっちゃギリギリなのがこれってことか。どうしよう。なんかこれを、わあ、でも12月盛り上がっていきたいよね。ど
どうしよう。しかもめっちゃ面白そうなイベント出たらどうしよう。12月にどうする。じゃあさ、これをさ、オーディション頑張ってみる。危ない。ね、飲んの出たいんだけど葛藤してる。12月にめっちゃ面白そうなイベント出たらそれで盛り上がりたい気持ちもある。もしこれでガチ参戦しちゃったらさ、12月なんかちょっとなんか空白みたいにみんなが面白くないかなと思ったりして。だったらもうこれをそんなに緩くして、それがその時。高いリフレイルありがとう。いつもありがとう。あ、頑張るかな。頑張るか。じゃあこれ5位以内、5位以内で、5位以内死守で、5位以内だったらワンチャンいけるのかな。5位以内だったらいけるんじゃん。頑張る。いやー、もっと早めから参加しとけばよかった。あー、どうしよう。いや、出よう出よう。ノンノイベント出ます。ガチ参戦しよう。めいちゃんのよし、何に頑張ろうと思った。リンクありがとう。リンク優しいわ。これキンテロ飛ぶやつ。キンテロは飛ぶないかな。ねえ、ありがとうリンク。頑張ります。アビメ、よっしゃ、5位以内目指していくぞ。時間的には大丈夫。あ、期限11月20、明日の配信かな。ん、ちょっと待ってよ。あ、テスト期間だから、いや、そこはこれ自分が頑張るしかないな。いや、頑張るしかないな。これは頑張るしかないな。毎日20時から、いや、毎日20時からいつも通りやって、ちょこちょこ昼挟んで、てつ金テロ、金テロ流れてるじゃんこれ。あ、言わんといけんこともう一つあった。言わんといけんこともう一つあったわ。なんかこれ大事。こっち多分、じゃあそっち出ればいいじゃんって思われるかもしれんけど、影武者配信確かに出させるか。なんか17からオファーをもらって、 CM 撮影の CM に、あの TikTok とか SNS、 YouTube とかに出てくるライブ配信の CM あるじゃん、あれのオファーをいただいて、それを、それの動画をめっちゃ撮んないといけないの。それ用の、自分でそれ用の動画と、ん、それ用の写真。そう、オファー来てびっくりなんだけど、他のライバーさんにも言っとるんか分からんけど。そう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 、めっちゃいいよね。めっちゃいいよね。で、そう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 、で明日中間日で、みんなでちょっと盛り上げてほしい。なんかライブ画面を10分間録画してくださいって言われたの。10分間録画して、ライブ画面を盛り上がってるところを、だから最終日とか、最終日とかの光景を
10分間録画してくださいって言ったの。例えばコンボやってるとか、大きいギフトが流れるとか、そういうとこを撮ってほしいって言われて、だから明日できないかな、みんなに協力してもらえないかなって、10分間、その10分間ちょっとあのコンボをやってみるみたいな、ちょっと出演してくれないかなと思いまして、皆さんにお願いしても、撮影係、撮影係じゃなくてコンボ係、コンボとか大きいのをちょっとポンって送ってくれるだけでいいの。そう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 、10コンボとかでも全然いいと思うんだけど、そう、10分間録画するので、よろしくお願いします。皆さんで今から録画しますとか言うけん、うちらも出れる。だけん多分名前が出ると思う、この画面ごと録画するけん、新たな形でもこれはちょっとみんなの協力がないと取れんわと思って、盛り上がってる。21時ぐらいしか家つかない。じゃあ21時ぐらい、21時から20時の、22時の間のどっか、あ違うじゃん、明日24時までやるじゃん。だからあれだね、24時周辺、23時から24時ぐらいの10分間でおめかしして顔は映らんけどね。雑誌デビュー賞を1000コンボした。1000コンボはちょっと異次元すぎて、ちょっとあの見てる人がびっくりするけど腰抜かすけん、ちょっと控えめでも全然いいと思う。1000コンボ怖すぎでしょ、17ビビるわ。お願いします、皆さん明日撮影させてください。あといろいろね、なんか写真とか撮らんといけんけど、とりあえずまずはそれを、提出締め切りが来週の水曜とかだけ。じゃあオラは1000コンボ1000コンボって1000コンボってできる？だってクマ1000回叩かんといけんってことだよ、親指をいつも動かしてる。あ、でもクマ痙攣得意だもんね痙攣得意だもんね。うちら水炊き屋からひたすらそそうだね、そういうことになってしまう、ね、そういうことになってしまいます、そういうことになってしまいます。親指に人生かけて、だけど明日あの配信中に今から録画しますって、なんかちょっとやらせ、めっちゃやらせよなこれ。まあでも普通そうだよね、やらせになっちゃうよね。お願いします、お願いします、お願いします。めえもうどういうリアクションしようかちょっと考えよう、ちょっと可愛いリアクションしよう。ありがとう、恥ずかしい、めっちゃ水先の汁が使えないあのお客さんたちちょっと怖いんだけどって言われる。それが、あ、そう、この2つの話をしたかった、網で。だから皆さん明日何時かは、あ、了解しました。タイムラインの告知ってどういうことだ。普通に、あ、なん、ツイッターとかで、あ、タイム、あ、そうだね、タイムラインにも載せるわ。明日20時から24時まで配信しますって言うわ。清楚系の配信、清楚系の配信するわ明日、ちょっと決め込むわ。名前呼んでくれたら CM デビュー、だけキツネって言ったら CM デビューいけるじゃん、分からんけど、分からん、名前呼ぶとこ使うんかな。でもサニーでスマホ破壊する勢いで叩いてて怖い、異常異常。いや、コンボタイム決めとけばいいじゃん。あ、何時から何時コンボお願いしますって。いや、でもこうやってみんなに伝えたけん、みんながとりあえず頑張ってくれればそれでいい気がする。なんか多分あんま言ったらケンケンさ、 CM の撮影とか。ね、楽しかったバイオリン、ありがとう来てくれて。実家でマックスハイテンションで、できるできる、全然できるって。ショールームの時からそうだったし、俺は疲れた。確かにYouTube に乗る浮気してんのが乗る、バレるじゃん、やばすぎ高湯で。だからあれだね、アーミーのみんなだけ知ってるっていう状況にしたい。だから多分うちらは時間分からんと、あ、だけん時間はあ、じゃあちゃんと決めといた方がいいってことか。何時何分から何時何分って、で、じゃあさ、あ、ギャングに乗せようかな。ギャングに乗せるわ、ギャングに乗せるわ、ギャングに乗せる、うん、ギャングに乗せるわ。あ、好きって言いやすいなありがとう、言ってなかったっけ。マユリ、私も YouTube でいいのなんか使われるか分からんけどね、マジで謎、どういう風に使われるのかが
いっぱい素材提出せんといけんものが、あ、はーい、はーい、え、明日24時までやるけど大丈夫、みんな24時まで配信するけど大丈夫かな。だから多分24時付近になる気がする。あ、それは平気、応援してるからって言って、あ、そうだわそうだわ、応援してるって言ってくれたんだ、ありがとう。お酒飲みすぎなければ気をつけてね。あ、そっか、二次会行くのか、じゃあいいね。11時半頃に連打タイムが発動するけん、え、どうする、まあ何時でもいっか、何時何分でもいっか、まあ11時半ぐらい目処にしよっか。じゃあ、まあ詳しくはギャングに書きます、後でちょっと考えて。じゃあ梅、お風呂入ってくるわ、とりあえず明日に備えて。わかりましたか、わかった、はーい。お酒我慢すれば手震えず逆にお風呂配信しません。明日が一番重要、ギフト投げるの。まあ中間日だけん後が楽になりそうじゃない、ボーナスここでゲットしとけば。あるてあれだけ言えないとギフト投げづらい、そうだね。23時、まあ一応配信中に言うけどね、今から10分録画します。はーい、それではお風呂入ってくるよ。今日はタークに行かない、イエーイ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 。話が大事かったキツネ、ありがとう。バイオリン、バイバイ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。てつおやすみ、あもどもおやすみじゃあてめっちゃぼかしちゃう。カズもおやすみ、キツネおやすみ、リンくんもおやすみ、ありがとうね、ニコも大きいの。カズ高いでおやすみ、マーさんもおやすみ、バイバイ。